皆さん、こんばんは。今日は2023年2月24日金曜日です。今日のテーマは、習近平はですね、の顔がずしくですね、平和の使者として登場するんですよ。手元にあるのはですね、平和案ですね。そして、米中の外交戦だと言えますので、習近平は、 中国の外務省の奥義に遊ばれているんですよ、実は。まあ、これについて話をしたいと思います。奥義ですね、プーチン大統領と会談しました。両国の関係を強化しましょうと。奥義は言いました。プーチン大統領の選択が素晴らしいです。談話のことで解決することを考えています。中国は平等、公正の立場で 政治の力で問題を解決することを自分の力をですね、発揮したいですと。厳しければ厳しいほど環境がですね、平和が大事ですよ。談話、話し合いをすれば解決方法は出てきますので、そういうふうに話をしました。つまりですね、奥義はロシアの訪問で習近平の平和案というものをですね、出てきませんでした。これについて、 ウクライナの外務長官ですね、クレバーさん。ミュウヒンで、あの、奥義から、まあ、聞いたらしいんですよ。習近平側は平和案というものを用意しましたと。そして奥義から簡単にそういう説明ですね、ありました。ただし、処理的なものが欲しいんです。くれませんでした。平和案を作ったり、ウクライナの意見を聞かずに作るのはですね、困ります。 ウクラ仲間の主張とか意見とか願いですね。聞いてこなかったんです。我々のレッドラインありますよ。領土のことですよ。領土の取り戻す。あるいは自分の領土を守ることですよ。これがレッドラインですよ。というふうに話をしました。中国はですね、この2、3日ぐらいで、あるいは今日かもしれませんが、もうすぐ政治の力で問題を解決する とい,う平和案というものをです、ね、発表します自分の立場、自分の考え、習近平はですね、ここで世界のリーダーシップ、人類の発展の指導者として登場したいですね。戦争している二つの国の真ん中に立って調停するんですよ。でも、習近平の平和案についてみんなおかしいと思っています。どちらかと言いますと、 中国とロシアの関係は普通ではないからです。そしてアメリカは最近ですね、情報を公開しています。中国は裏でロシアに支持していますよと。ただし、少細の情報あるいは証拠はですね、公開しませんでした。そうするとですね、中国は習近平の平和案というものはあまり意味はないんですよ。これが外交戦だと言います。 今回の外交戦はですね、中国の春節ぐらいの頃から、えー、始まったんですよ。当時はですね、中国の感染者が多かったんです。習近平のせがくですが、全国民に一気に感染してもらって、ここで中国はですね、コロナは終わりですよと宣言したいですね。当時、コロナの影響で、まあ、犠牲者はたくさん出ましたし、 コロナはですね、早く終わってしまって、経済の復興に力を入れますよ、というふうに習近平は言いました。なので、経済の復興、回復にはですね、アメリカとの関係を改善しないといけないんです。ここで習近平は外交方針を変えました。これでブリンケン国務長官はですね、北京への訪問予定でした。そういう流れなんですよ。 しかしですが、アメリカの会員ですね。共和党がトップとなったんですよ。マッカーシーさんですね。マッカーシーさんは議長になる前ですね、議長となったら台湾へ訪問するよと約束したんですよ。これで台湾へ約束するっていう話は出たんです。ここでブリンケンはですね、北京へ訪問する。でもマッカーシーさんは台湾にも訪問するっていう話が出たんです。 中国は慌ててですね、焦っていますので、方法を考えました。ロシア側のメディアですが、習近平がですね、ロシアに訪問してくるんですよ、という報道があったんですよ。そして昨日ですね、プーチン大統領は、習近平の訪問に期待するよ、というふうに言いました。まあ、昨日はですね、奥義と会談もあったんですが。でもですね、中国政府、あるいは中国の外務省としては、 今のところはですね、習近平はロシアへの訪問ありますよという正式の発表はないんですよ。目的としては習近平が本当に行くかどうかはまだ決まってないんですよ。習近平がですね、一応行くとは言,って言われてるんですが、あの、やめたいのであればですね、やめることはできます。しかしですね、ここで気まずいスパイ気球というものが出てきました。なので、米中の関係ですね、 改善するでしょうかっていう雰囲気ですね。一瞬変わりました。ブリンケンさんはもうピッキ京に行きませんと宣言しましたし、逆に米中の関係はですね、史上初の対抗となってきました。バイデンさんは最初はですね、静かで処理したかったんですよ。でも国内の圧力もあったりして、中国のスパイ気球を撃墜しました。 これは習近平にすれば自分の顔がないんですね。メンツがないんですよ。そうすると習近平が起こって中国の外務報道官もですね、ものすごい汚い言葉を使ってアメリカを批判しました。そして証拠はないんですが、アメリカ側もですね、ものすごいたくさんの気球を飛ばしていますよというふうに批判しています。王義という人間ですね、元外務長官でした。現在は 共産党の外交トップとなったんですよ。昇進しました。初めての外遊なんですよ、今回は。ドイツに行ったんです。国際舞台で、チンピラの表情と発言で、まあ、いっぱいですね、アメリカに向けて批判しました。ミューヘンの安全保障会議が終わって、ロシアに行ったんですよ。訪問に行ったんですよ。まあ、習近平の訪問に準備するという意味です。彼はミューヘンで、 習近平の平和案というものですね、ありますよと言いました。平和の形で戦争を終わらせることです。もう中国は責任を持って調停するんですよ。これがですね、実は中国の作戦なんですよ。平和案というものですね、出して、習近平がそれからロシアへ訪問するんですよ。この平和案というものがですね、なければ、みんな、 やはり思っているんですが、中国とロシアはですね、首脳同士があって、会談して、絶対同盟国となるんですよ。習近平がですね、手ぶらで行くことはないんですよ。中国はですね、ロシアに対して批判はしないんですね。でも、訪問するイコール支持するという意味です。そうすると、世界から見て、みんな見てですね、習近平の訪問は、 平和のためですよと思わせるんですよ。この平和案を持っていけばですね。ここでアメリカはまた違う方向で発表しました。中国はですね、裏でロシアに対して物資などのものを支援、支持、支援とかしていますよと。そして武器の支持、支援もしようと考えていますよと発表しました。またですね、台湾側もある情報を発表しました。 今年4月5月ですね、蔡大統領はアメリカへ訪問するかもしれませんよと、目的はですね、コーネル大学のイベントに参加するためですよと、そこで演説します。つまりですね、蔡大統領はリー・トーキー元大統領の真似をするんですよ。コーネル大学ですね、リー・トーキーさんの母校でもあり、蔡大統領もコーネル大学から卒業したんです。 アメリカ側としてですね、習近平はロシアへ訪問するとですね、両国のことを同盟国として認定するんです。習近平はこの平和案というもので細かすつことはできませんよというふうにしています。つまり習近平はここまでですね、間違いなくロシアへ訪問する予定だったんです。まあ、ロシアへ訪問するとですね、両国は中国とロシアですが、同盟国になる。 リスクはものすごい高いんですよ。アメリカは台湾の大統領、アメリカへ訪問するぞと中国側はですね、ロシアに武器の提供を考えていますよとそういうふうに発表しました。つまりアメリカはですね、台湾のことで中国を牽制しました。これに関してですね、中国側の報道は皆さんに説明しないといけないというふうに思います。中国はですね、 ロシ者に対して武器を提供していくんですが、これはですね、いけないこと。中国政府もですね、分かっているんですよ。やはり武器提供することはできませんよね。よくないんです。そして、中国のピンクちゃんに支持してほしいんですよね。そうすると、ここで説明します。またですね、一番大事なのは、国際社会にはですね、たくさんのパンダ派いるんですよ。例えば、まあ、先進国にもですね、パンダ派、 もういるんですよね。そのパンダー派に説明したいんですね。やはりパンダー派に指示してほしいんですよ。そういう狙いもあるんですよ。なので、中国政府はですね、の発表宣伝ですね、全然違うんですよ、方向が。中国政府はですね、我々が怖いよと思っています。ロシア側はですね、核兵器というものは持っているわけですから、それを使用するリスクは高いんですよ。原因はですね、戦場で 不利となったからです。ロシア側は武器が足りないからです。武器が足りないから核兵器を使ってしまうんですよ。核兵器を使ってしまうとですね、我々も困りますので、中国側はですね、善意、あるいは優しい心を持ってですね、武器を提供することです。まあ、ロシアはですね、中国側が提供してくれた武器を使うことができますので、戦うことができますし、そうすると、 核兵器というものは使用しませんと。まあ、つまりですね、中国は世界の平和のためにロシアに支持、ま、た支援するんですよという意味ですね。まあ、これはキーでですね、皆さんは A、えー、とかなるかもしれませんが、これが小さなんですよ。これがですね、まあ、独裁政権の言い訳なんですよね。戦場で使っているまあ対戦車ロケットとか、多連装ロケット砲弾とかですね、 あるいは対戦車地雷とかですね、無人飛行機もそうですが、なななど、そういうたくさんの武器、種類あります。それがですね、たくさんの武器にしても、ミサイルの原材料にしてもですね、中国にあるんですよ。もう中国はですね、世界の工場という立場は本当に強いんですよ。まだですね、次の動画で話をしたいと思いますが、中国はですね、ものすごい、そういう、もの作りですね、原材料を把握しているわけですから、 アメリカとヨーロッパはですね、それが分かってるんですよ。もう本当にですね、冷静となってしまうんですよ。ま,あ、まだここ実話をしますが、これに関してアメリカとヨーロッパ側の長官もいてるんですが、中国はですね、武器の供与するより材料とあるいはデジタル部品ですね、提供するでしょうと。やはり制裁を受けていますので、ロシアが生産できないわけですね。中国はそれをですね、提供できます。 これからですね、ブリンケン国務長官は国連アンポリで演説する予定ですね。1年前でしたが、ブリンケンさんは国連アンポリで演説しました。ロシア進行する情報を把握したんですよと発表しました。今回はどんな情報を発表するでしょうか注目したいと思います。しかしですね、米中の外交戦でロシアは実に無視されています。 プーチン大統領はですね、戦争を終わらせたいはずなんですよ。でもですね、自慢できる成果、あるいは成績ですね、ないんです。一部の領土は確かに占領はできました。でも、これではですね、処理とは言えないんです。この状態で戦いをですね、続くしかないんですよ。ここでやめてしまうとですね、プーチンという政権が潰れてしまうんです。ここで習近平というものは、 平和の使者として登場してきました。そして平和案というものをですね、宣言するんですよ。そうするとですね、習近平の平和案はですね、とても迷惑ですね。プーチンさんにすれば、自分の仲間がですね、平和案というものを出たして、どうするんですかと、聞いていいでしょうかそしても、それと、まあ反対するでしょうかそれとも、従うのかですね。仲間が、 仲間ですよ。仲間が平和案を出してきて、反対するのはですね、やはり難しいんですよね。仲間ですし、しかも仲間が平和案を持っていますよ。反対は厳しいですね。確かに平和案というものはですね、内容はまだわかりませんけれども、きっとですね、平和案というものですから、好きとですね、戦争をやめましょうかっていうような表現は入っていると思います。 プーチンさんにすれば、これは非常に都合が悪いんですよ。今までの戦いは全部無駄だったよねというふうになってしまうので、そして習近平にも支持されていないよというふうになってしまうし、そして習近平はですね、自分が何様ですかと、今まで裏で支持して支援してきましたし、今更ですね、平和の使者として出てきて、平和案を持ってですね、 出てくると、納得しないんですよね。気持ち悪いんですよね。つまり、プーシンさんにすれば、習近平の平和案にはもう興味ないんですよ。そして、習近平の平和案というものがですね、出した、出したい来る時点で、ロシアに対して投稿しましょうかっていう意味でもあるんですよ。つまりですね、ウクラナ側にすると迷惑です。自分に相談して欲しかったですね。でも、ロシア側にすれば、それも気に入らないですね。迷惑です。 つまり習近平はですね、平和案をもって平和の使者として登場してくるのはですね、あまり意味はないんですよ。みんなに納得されていないですね。支持されません。でも習近平はですね、この主張をしないといけないので、準備は進んでいます。2月22日、中国の外務省はですね、北京にある各国の大使、外交官、メディアの関係者たちを集めたんですよ。 チン外務長官がですね、登場して演説しました。ここはですね、あのランティング、フォーラムっていうものですね。ここに書いてありますが、全世界の安全イニシアチブ。イニシアチブのコンセプト、発表。ここに書いてありますよ。世界が困っている。中で中国を案、中国案。 中国方法、中国の方法で解決しましょうかと、というイメージですね。何様ですかと思うでしょうかそれなんですよ。中国に住むもそれなんですよ。中国案があってのですね、平和案ですので、ここまで演技するんですよ。陳さんは発表しました。投げも大事ですよ。皆さんに話をしたいと思います。少しだけですが。陳さんは言いました。中国は大国として世界の平和を維持。 守る責任はあると認識しています。世界の安全を守る。そして大事なのはですね、これからですよ。中国の発展、国際社会の安全の環境が欠かせません。同様に、中国の安全がなければ、世界の安全はあり得ない。そういうふうに発表しました。世界の安全はないよと言いましたね。これはですね、おかしいんですよ。脅迫ですね。 私はすぐですね、一つのことを思い出しました。プーチンさん。プーチンさんはですね、大統領選挙で出した名言あります。これも何回か話をしましたが、プーチンさんは言いましたよ。かっこいいんですが、でもクズですよ。ロシアが世界に存在しないとしたら、なぜ世界が必要ですかと。おかしいですよね。まあ、これでわかるのはですね、習近平政権にしても、プーチン政権にしてもですね、 正常ではないんですよ。普通の国ではないんですよ。こんな話はしません、普通は。この二つの政権はですね、平和っていう言葉を使う時点でおかしいんですよ。平和っていう資格をですね、まあ、闘する資格はないんですよ。つまりですね、国際、まあ、アンポリですね、ロシアと中国は入っているわけですから、この二つの国はある時点でおかしいんですよ。いつもですね、否決されてしまうんですよ。 何も取らないんですよ。何も取らない組織はですね、意味はないよという意味です。そうすると、改革するか、まあ改革できなければ、新しい組織を取るべきですね。今の国連はもうダメです。と私は思いますね。特にアンポリですね。現在、米中の関係は悪化しました。習近平はアメリカとの関係を改善しようとしたんですが、失敗ですね。 習近平はロシアと同盟国にするんですよと、西洋側に、あるいはアメリカ側に脅迫しました。まあこれはですね、効果はありますよ。みんなやはり怖いんです。心配です。冷戦とか第3次世界大戦を避けたいんですね。でもこれからは続くんですよ。アメリカはですね、みんなを連れて中国と縁を切る、あるいはまあ距離を置くと。 衝突は避けるんです。でも距離を取るんですよという意味です。アメリカとしては習近平がロシアへ訪問したらロシアの同盟国として認定するんです。そうすると中国に対して制裁しないといけないという意味です。でもですね、習近平はロシアに行かないのであればですね、習近平は実に政治の失敗だと提起されてしまいます。ここでアメリカはですね、 下がる道を与えました。もういいでしょうと。もういいですよねと言います。例えば気球のことですが、もう調査しませんから、もういいでしょうと。台湾の大統領報道官が発表しました。中国特別委員会に勤めているギャラガーさんですね。議員さんは2月18日から21日まで台湾へ訪問しました。これはですね、内緒でした。 台湾の大統領、副大統領、外務長官と会談しました。ギャラガー・議員ンさんは帰ってきて内容を公開しました。マッカーシーさんの訪問のためにいたんですよ。マッカーシーさんはいつでも台湾へ訪問は可能です。でも今年の訪問の予定はありません。来年の初めに 訪問する可能性はあります。その時に台湾の大統領選挙が終わりますので、その時に行くかもしれませんよと発表しました。つまりですね、この情報はとても大事ですよ。バイデン政権はですね、習近平に遠慮したという意味です。マカシさんはもう台湾に行かないからいいでしょうと。そうすると習近平はですね、それに対抗行為として、 ロシアへの訪問はもう必要はないですよねという意味です。ここで普通ならですね、習近平はもうロシアへの訪問はもうしないんですよ。つまりですね、訪問していいことは一つもないんですよ。外しかないんですよ。ここでプーチンさんは昨日言いましたが、習近平の訪問に期待するよと言いました。やはりプーチンさんにすれば習近平に来てほしいんですよ。支持してほしいんですよ。 中国とロシアですね、同盟国となってくるとですね、喜ぶのはプーチンさんだけなんですよ。支持を得ることはできますし、国内でもアピールはできるんですよ。習近平はですね、能力はないんです。部下もですね、特に大木というやつはですね、日本語は、あの、できるんですが、日本での留学もしましたし、日本で外交官、大使として務めていましたし、 でも日本のポンカはですね、少しも身,身につけてないんですよ。本当にクズのままですね。なので習近平はアホですので、部下もですね、能力もないんですよ。ごま薬しかできないんですよ。これで習近平は改善したいとか、アメリカからの関係を改善したい。世界でのイメージを改善したい。外国の企業に中国は魅力的な市場ですよね、と。 あの、感じてもらいたいというふうに発表したんですよ。本来はですね。でも、中国の外務省は無茶苦茶なことをするんですよ。問題の解決は一つもできていないんですよ。問題はですね、出てきました。それを処理することはできないんです。逆に、ひどくひどく、激化することが冗談なんですよ。これが大きなレベルですね。なので、習近平は人を選ぶのが失敗です。でも、習近平自身もおかしいんですよ。 彼自身が能力がないからです。そうすると、自分より能力ない奴を選ばないとダメなんですよ。そうでないと自分が能力がないよね、ということはですね、バレてしまうんですよ。これが今の中国の内部の情報なんですよ。内部の状況なんですよ。ものすごいむちゃくちゃです。なので、何をやっても失敗で終わります。これが習近平のまあ自語自得ですね。という意味ではありますが。 この動画はここまで,でと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。